腰痛さんという、はい、外録チャンネルにも出たことがある方で、はい、まあ、2回目出ていただいた時に、うん、その大森聖子さんの話題を出して、はい、腰痛さんが、うん、その大森聖子さんの歌のことを、うん、俺のこと分かってるっていう曲が、うん、誰しもあるはずっていうのをおっしゃってて、うんうん、いやみたいなことを僕が言ったんですね、はい、そしたら、うん、お前全部聞いてねえだろって言われて、うんうんうん、そうでしたと思って、すっごい数作ってますもんね、はい、1日1曲レベルにで僕がその、うん、一応その、うん、大森聖子さんのやつを、はい、アルバムを何個かもすぐに揃えて、うんうんうん、これだけ揃いましたと、はい、よしじゃあお前聞けっていうところで、うんうん、今車の中ずっとそれが入ってるんですけど、はい、それが今見てるのがライブ DVD なんですね、うん、はいはい、なんでその曲名が毎回出ないので、うん、何の曲かはちょっともう一回調べますが、はい、朝今日それを聞きながら、はい、なんかそのダサくて死にたいけど生きていくんだみたいな、はいはい、のを聞きながらですね、はい、ちょっと食らってしまって、うん、若干へこみ気味の、はい、うん、ああそうだよねって、うん、みんなダサいよねってみんなダサいんだよ、うん、そうなんだよって、うん、でも生きていくしかないんだよねっていう、しかないというかまあそんなもんですもんっていう気分なんですよね、うん、今これかって、うん、なんか自分と合う食らうやつがある、そう、あの、うん、ダサいのを、うん、騙し騙しして、うん、自己肯定感にちょっとだけ火を灯して、この自己肯定感のある人は、はい、ダサいとか気にしないですよ多分。あ、うん、ダサいって言ってもまあ概念じゃないですか、単なる誰かの概念じゃないですか。で今自分をダサいと思ってるのは自分の概念ですね、うん、自分の概念じゃないですか、はい、そんなことを気にしなきゃいいだけの話ですもん、まあ、そうは言ってもね、うん、で多分自己肯定感の高い人は多分そんな感じですよ、はい、とかまあ、はい、自分を素晴らしいぐらいは思ってるんですかね。素晴らしいも素晴らしくも僕の場合は、はい、素晴らしいとかは素晴らしくないとか、はい、どうでもいいですもん。どう誰かが、はい、誰かがとか、まあ、自分が思ってる概念でしかない。こう見方を変えれば素晴らしい人も素晴らしく悪人になるわけじゃないですか。戦争とかもそうじゃないですか。立場によって善か悪か変わるわけですよ